BT グループはイギリスロンドンに本社を置く大手電気通信事業者。イギリスにおける最大手の固定電話事業者及びインターネットプロバイダーであり、世界でも最大規模の通信事業者の一つである。現在170カ国以上で事業活動を行っており、その売上げの約40%がグローバル事業部門の収入である。ロンドンに証券取引所。 ニューヨーク証券取引所上場企業。1991年までの旧社名は、ブリティッシュテレコミュニケーションズ、略称ブリティッシュテレコムであった。1846年以降、イギリスで、電信事業を行っていた、いくつかの市営企業があり、それらが1868年の電信法によりグポ、の郵政電信部の参加にまとめられた。 1876年のアレクサンダー・グラハム・ベルの電話の発明により、グポは電信局より電話事業を開始した。1882年に郵政局長が電話事業を市営企業にライセンスを与えたことから、地域によって電話事業は市営企業、グポ直営の場合など、いびつな状態でできたまま成長することとなった。グポの主要な競合企業は、 ナショナルテレフォンカンパニーであり、1912年にグポに吸収合併されるまで、競合状態が続いた。通信艦線網は1896年にグポ参加に統合され、地方通信配線網は1912年に統合された。1969年にグポは政府部門から分離、独立採算の国営企業、ポストオフィス社となった。 通信事業は、その一部門である、ポストオフィステレコミュニケーションが受け持った。1980年に、ブリティッシュテレコムのブランド名が導入され、1981年10月1日より、ブリティッシュテレコムは、ポストオフィステレコミュニケーションの正式名称となり、独立採算の国営企業となった。1982年にマーキュリーコミュニケーション社への、 通信事業のライセンス認可により通信網の独占状態が終了した。1984年11月に保有株式の50.2%が売却されブリティッシュテレコミュニケーションズ社として民営化された。1991年には社名が正式にブリティッシュテレコムから BT に変更された。1994年6月には BT と当時アメリカ第2位の長距離通信サービス、会社である MCI コミュニケーションコーポレーションと合弁会社コンセールコミュニケーションズサービスを設立し、世界で初めて多国籍企業に対する世界的な長距離通信サービスを始めた。後の1996年11月には M&A の合意まで至っていたものの、当時ライバルであったワールドカームに、 株式すべてを売却することを決定したため、この合弁は解消となった。2005年9月には、イギリスの通信業界に新しい規制的枠組みを構築するために、オフコムと合弁事業を行い、オープンリーチを開設した。具体的には、イギリス国内で BT グループ内の他の通信会社が BT と同じ条件でサービスを提供できるようにするために作られた。 部署であり、主に導線ケーブルのラストマイル回線の構築やメンテナンスを行っている。約2万5000人エンジニアが所属している。2006年1月より正式に稼働を開始した。2006年以降は企業の買収を繰り返し、サービスの幅を広げていった。2006年8月には、 インターネットでの電子機器小売事業を行っていたダブス .com を買収し、同年10月には100億円ポンド以上を当時の新しいインターネットプロトコルであった 21CN に投資した。2007年にはイギリスシェフィールドでインターネット接続事業を行っていたプラスネットを買収。同年2月には当時コンサルティング業を行っていた。 インターナショナルネットワークサービス社も買収し、北米での BT のコンサルティングサービスを強化した。2012年のロンドンオリンピックの際には、世界最大級の高密度無線ラインを構築する、課題に挑み、250ヘクタールの広大な地域に、約1500箇所の無線アクセスポイントを設置し、全長100キロを超えるケーブルを使って、相互接続するなど、 積極的なインフラ設置、増築を行った。2013年には、イギリス国内で、テレビチャンネル BT、スポーツを開設。2015年から2016年までのプレミアリーグの、独占放映権を獲得している。同年2月に、ESPN のイギリスアイルランドの TV チャンネルを、買収し、UEFA チャンピオンズリーグや UEFA、 ヨーロッパリーグの独占放映権も獲得した。2020年1月からは WWE の放送を開始予定。また、ラグビースコットランド代表のスポンサーでもある。BT グローバルサービスは世界中の1万以上の会社、組織に対し長距離通信サービスと IT サービスを提供するイギリスの BT グループの一事業である。全世界で。 約2万人の従業員が BT グローバルサービスに従事している。1984年より本格的に事業を開始し、フッツィ上位100位までのうちの約94%の会社、英文ビジネス雑誌フォーチューン上位500位までの74%の会社と何らかの取引をしている。2012年10月にはルイスアルバレスが BT グローバルサービスの CEO に任命された。日本では BT ジャパン株式会社として1985年より赤坂のアークヒルズにいて日本での事業を開始し東京に事業所を開設する最初の外資系通信事業者になった。2019年1月現在もアークヒルズに本部があり24時間365日稼働の オペレーションセンターを東京に構えている。一方で、マネージドホスティングサービスのためのデータセンターも東京に構えており、ティアレベル3またはそれ以上をクリアしている。日本全国1200カ所以上をカバーしているポートが複数個存在している。音声応答ノードを東京にも構えており、インバウンドアウトバウンド音声通信に対応している。また、 アークヒルズのオフィスにあるショーケースは、アジア、中東、アフリカ地域の中でも10システムしかないうちの一つで、ある。東京には、シスコとポリカムのビデオ会議システムを体感できる、ショーケースがある。また、東京オフィスはシスコより、ゴールド認定パートナーに認定されている。BT は特に金融サービス業において、業界トップであり、BT ユニファイドトレーディングソリューションに適達と、 OEM パートナーシップを結んでいる。また、日本でトップの IT 会社などと戦略的な提携関係がある。日本では以下のサービスを提供している。ネットワークサービス。世界各国の拠点をセキュアな BT のネットワークでつなぐことにより、グローバル化やクラウド化に最適なネットワークを提供するソリューションである。IP アドレスマネージメントや、 VPN サービス、MPLSIPVPN プラットフォームなどのサービスが含まれる。セキュリティとリスクマネジメント、ネットワーク周辺からコアまで幅広い機器とアプリケーションをサポートしている脅威監視サービスである。オペレーションシステム、データベースアプリケーション、ウェブアプリケーションが対象。ファイアウォールやセキュリティ監視サービスなどがある。トレーディングコミュニケーションサービス。 音声、ビデオ、メッセージング、電子商取引チャンネルなどを通じて、複数のチャンネルを超えて通信、取引することができるサービスである。ユニファイドコミュニケーションズ、音声、ウェブ、アイム、ビデオ会議、電話会議など様々なコミュニケーション手段を統合するサービスである。マイクロソフトスカイプフォービジネスのクラウドベースのサービス、ホステッド UC サービス。 ボイス VPN サービス、IP テレフォニービデオサービスなどが含まれる。また、米ドルビー社との共同開発による、高音質ノイズ低減機能を実装したクラウド型の電話会議サービス、BT Meet Me With Dolby Voice を提供している。セキュアな金融ネットワーク、大規模な金融サービスの様々な側面をカバーする、400を超えるサービスプロバイダーへのアクセスを可能に、するサービス。 ラジアンズサービスなどがある。IT サービス、ネットワーク、データセンター、クラウドコンピューティングなどを利用し、IT プラットフォームを柔軟な構成で提供できるサービスである。BT データセンターサービスなどがある。ありがとうございます。